日本民芸館で見た河合勘次郎や浜田省司の作品に魅せられ、益子の浜田省司に師事。そして独自の象眼技法、縄文象眼技法を生み出し、民芸陶器縄文象眼で人間国宝に認定された島岡達三氏。長年の研鑽による用と美の結晶から生まれた作者の代名詞、象眼縄文が施された新民芸の茶碗です。